皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は分数×整数の計算について説明します。まず分数の掛け算を足し算と掛け算の関係から説明してみたいと思います。括弧1、2足す2足す2ですね。2を3回足したら答えは6です。2足す2足す2、これ掛け算に直すことができましたね。2が3つあるので 2×3 で答え6と、こんな式に直すことができました。括弧2番、4足す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 4、4が5つあります。これ足し算すると20になりますよね。4が5つあるのですから、掛け算に直すと4が5つで 4×5、 4、5、20と、こんな計算になりますね。足し算を掛け算に直すことができました。分数でもやはり同じように考えてみましょう。7分の2足す7分の2足す7分の2、7分の2を3回出しています。この時7分のという部分3回出しませんよね。分母はそのまま、足すのは分子の部分の2足す2足す2でした。ですから2足す2足す2は6ですから、7分の2足す7分の2足す7分の2、これ7分の6ですね。ではこれを掛け算に直してみましょう。7分の2が3つあるので7分の2かける3です。これ分母は計算しないので7のまま、上の部分ね、分子の2が3つある、こういうことで分子の部分が2かける3と、この分子の2とこの整数の3を分子の部分で掛け算します。そして答えが7分の6と、こうなるわけですね。つまり分数×整数の計算は分子に整数の部分をかけてやると、ね、分子の部分で分子×整数、これを計算すれば答えが出ると、こう考えることができますね。もちろんね、整数×分数でも同じです。整数×分数でも掛け算って順番変えても同じでしたね。前と後ろ入れ替えれば分数×整数ですから、同じように考えて計算できるんですね。では練習で2問、この考え方で計算します。括弧1、9分の4かける2ですね。この分母はそのまま9、そして分子の4に整数の2をかけると、で9分の4かける2を計算します。答えは9分の4が8と、9分の8が答えですね。では括弧2番に行きます。16分の3かける4です。16分の、これ分母そのまま、分子の3に整数の4をかけます。ここでは16と4が約分できるので、この計算の途中で約分をします、ね、結局先に計算して約分しても同じなんですけれど、計算の途中で約分をすると計算ミスが減ります。ですから計算の途中で約分してください。16と4約分します。4は1になります。16は4になりますから、答えは4分の最一が3で4分の3と、こう計算できるわけです。ではもう一つの考え方、今度は整数を分数に直して掛け算すると、こういう考え方です。括弧1で2を、これ整数ですけど分数に直すことができますよね。これ1分のにすればよかったんですね。ですから2は1分の2と、こうなります。
6は1分の6とこう考えます。ここで分数×分数の計算のルールを覚えてください。分数×分数の計算は分母と分母、分子と分子を掛け算して計算すると、このルールを覚えちゃってください、ね、分母×分母、分子×分子、こうやって計算するんだよと、これを覚えてください。ではこのルールでカッコ3とカッコ4計算していきます。カッコ3番7分の2かける3、これは7分の2かける1分の3と、こういう分数に直して計算します。これで分母と分母、分子と分子をかけます。分母の部分は7かける1と、分子の部分は2かける3ですね。ちょっと下が書ききれないので横に行きます。7かける1は7と、2かける3は6で7分の6と、このように計算して答えを出します。同じように括弧4番もやってみますね。18分の5かける4です。これを18分の5かける1分の4と考えます。そうすると分母と分母、分子と分子ですから 18×1/5×4 とこうなりますね。もうここの部分はすぐ分かっちゃうからという人はもうすぐこの式やっても構いません。でここでも約分できますね。4と18が2で約分できるので2で約分します。ルールは計算の途中で約分と、ね、約分できるものは計算の途中で約分すると、これでミスが減るということですね。で書ききれないので横に行くと9、1が9と、で5に10と、で過分数だと9分の10が答えで、対分数に直しなさいという場合は対分数に直して1と9分の1、これが答えになります。今回ね、分数×整数まとめておくと、上のルール、分数×整数は分母はそのままで分子のところで分子と整数を掛け算して答えを出すと、もう一つ整数を分数に直して計算すると、ね、その場合分母と分母をかける、分子と分子をかけると、こういう方法で答えを出すということです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。